の平安が皆様と共にありますように、挨拶をいただきます。
と信じることになります。そこで作るようにずつ始めます。でも一人に変わります。そこに行くと今日は取りま何もできない気持ちを進んでおりませんので、でも痛みは取ってきますので、ベッドの位置で祈るのが楽しまれます。もう本当に大変そうですね。それは本当に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 どんどんそんなベッドに向かってきたんですけど、もちろんそんなベッドに向かってきたんですけど、そういうことは最終的にこれ以上は言うことができます。これ以上言うことができます。どういう意味ですか。まだ完全に良くなっていないけども、感じさせましょう。先生が表現されたら、さっきはそれを使うんです。それで、次に聞くわけですから、先生が言ってるわけです。一部の方からも言ってきます。しかし、先生が言われた通り、先生が言われたのを、先生が言われた。先生が言われた。この人間の国だったんですけど、倫理外の人間です。めちゃくちゃ良かったのに、非常に世界がありました。そういう実績です。でも、もっと倫理外の人間です。すみません。倫理外の人間です。すみません。それが好きって言われたんですけど、僕の役割に会うときに、つまみだけが聞いてください。どういうことか、聞いてください。どういうことか、聞いてください。この2人を、その人たちで、その人たちの役割に従うのが面白いと思います。そこに、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 無論なことに知らないです。しかし神様は御言葉にこの御言葉のような話してくれを扱ったと同時に、その御言葉を返してくださいた。その通りはしない、必ずそれを望む。しかしそれは神の御言葉に従っていく。この時は本当に天然と人間の動物に会えています。そんなに正しいことにはならないと思います。神の御言葉に生きることの神の御言葉に生きることの神の御この世界を探して、君のなのか、思うことになります。
この瞬間的に思います。自分たちは出会えるとないとして人を作るためには、自分たちは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 、その上に立てられた家は、その人生においてどんなことが起こったとしても、見るところがないという、何十倍の祝福を本当に、それを祝福された、それを感じる。ですので、あの物を持っていたりするのに、今は教団に立って、喜びと感謝を持って、感じる理由だろうし、いつも笑顔で、理解しています。一つ一つが感謝をね、祝福を持ち、困難と怖いときも、私たちの皆を通して、今の皆さんにお伝えします。